はい、皆さんこんにちは、モロトフです。 Going Medieval 続きはね、やっていきましょうか。現在は冬の7日目ですね。こちら皆さんね、外出るときに当然なんですけど、ここをね、わざわざこう遠回りしてね、通っていくんですね。これに関してコメントいただきました。勝手口をね、作ればね、効率いいんじゃないでしょうか、ということで、下手にね、ここら辺にドアとかつけちゃうと、敵がね、来た時に侵入しちゃうんですけど、うまくね、やればその侵入をね、防げますよと言われました。ちょっと今回ね、それをやっていこうかなと思います。勝手口作るのは、ここ、まず作ろうかな。3点ぐらい作ればいいんじゃないのかなと思うんですけど、こんな感じで、あとここ作っていこうかな。で、壊すのこれですね。3つ壊していきます。で、すべてね、掘って壊したら、ここにね、タイルを貼るんですね。そうすればね、通常勝手口として出れるよと。敵が来た時にこのタイルを壊せばいいじゃん、ということですね。頭いい。やっていきましょう。さあ、スピードアップですね。あと我々やっていくのどうだろうか。これね、防衛の場所なんですけど、人数はたくさんいるんで、さらにね、上からもね、弓矢の攻撃ができるようにしちゃおうかなと思います。ということで、よいしょと、皆さん寒さでね、苦しんでるところ申し訳ないんですけども、もう一段上げていくということにしておこうかな。結構石灰石使うかもしれません。こんな感じで使っておきますと。あとはもう一個ね、上に柱を立てて、階段ですね。こんな感じで、よいしょと階段を張っておきましょう。さすれば、もう一回ね、タイルが必要になるはずですね。こういう感じでタイルを張っておこうかな。みんな大丈夫？寒さ、マイナス22度なんだけど。ちょっとね、尋常じゃない寒さが続いている。ひょっとしたらね、気絶してね、倒れる村人が出てくるんではないかと危惧するんですが。さあ、はい。強壁を張ってね、こちらのね、防衛を強化していきましょう。皆さん寝たかな？ちょっと安心ですね。よいしょ、よいしょ、よいしょと、はい。多分ね、石灰石の量がちょっと心配ですが、こんな感じでいいでしょうかね。ここいらないかな。よいしょと、一旦こんな感じにしておきましょう。あとはこの角にもね、胸壁がね、張れるんで、できた後にね、やろうかなと思います。そして、木たくさんあるかな。一応ここ取ればいいか。ここを取るまではね、作んない方がいいですね。さあ、崩れました。穴が崩れました。今回ね、やりたいこと。それはここにね、枝でいいかな。どうしようかな。枝にしとこうか。もしくは、これはレンガか。そうだ。我々さ、レンガを持っているんだよな。レンガ貼ってみようか。ね。ちょろっと貼っていきましょう。こんな感じでね、二マス貼ればいいかな。で、こっち側にね、貼っていこうかな。ちなみにレンガっていうのは歩行スピードが 120% になるのか。ってことはこういったとこもね、ちゃんとレンガを張ってって道にしておけば効率がさらに良くなるかもしれないね。勝手口と続けていくっていうのもいいかもしれない。例えばですけど、ここがね、扉だよね。そしたらスーッとこういう感じで勝手口につながるよっていうやり方にすると雰囲気がね、出るかもしれないですよね。あとさ、ここずっとキャベツだけなんだけど、キャベツだけっていうのはやめようか。春になった時、様々なね、食料欲しいもんね。ということで、よいしょと、ゾーニングをどんどん変えていきましょう。キャベツはもう嫌ですということで、ビートね。株を一つやっておこうかな。あと、大麦欲しいですね。これ結構ビールとかになるから大量に欲しいかもしれない。そして薬草、ここにありますね。これで十分かな。もう一列ぐらいここ薬草やっておきましょうか。そして赤すぐり。我々ね、めちゃくちゃ赤すぐりは欲しいところ。ということで、こんな感じでね、やっておこうか。それ以外、麻とかが欲しいんですけど、アップデートが来たからなのかな。麻がね、作れないんですよ。麻の種もね、我々持ってないから、ひょっとしたらね、麻の種をゲットした時に初めて作れるのかもしれない。木をね、植えるっていうことも大事だよねっていう話はあるんですけど、木を植えるのはちょっと先にしようかな。労働時間がかなりかかっちゃいそうで、まだね、自然な木が周辺にあるので、それを取り切ってね、悩んだ時にやるということにしておこうかな。もうちょっと株が必要かもしれない。あとはそうだな。やっぱり赤すぐりやっておこうか。ね。ここら辺ツッとこんな感じで最後やっておきましょう。はい。それではバリエーションをつけておきました。さあ、コンコンコンとやってますね。ちょっとね、石灰石必要だと思うんで掘っていきましょうか。
どこに石灰石があるのか、多分ここかな、こんな感じで掘っておきましょうか。で、敵が来る侵入経路ですけど、もうちょっと伸ばしていきたいかもしれないですね。伸ばしていきましょう。こんな感じで一個だけ伸ばしておこうかな。さあ、頑張れ頑張れ。階段ね、作ってますね。やったやった。もうちょっと木切っておきますか。勝手口ができたからね、かなり効率的に木をね、取れると思うんですね。ざっくりここら辺行っちゃいましょう。ここら辺もね、太いので切っちゃいましょうか。我々の領土内にはこの一本のね、木がありますけども、もうちょっとね、時間がかかりそうですね。幼い木と書いてありますね。うん。そしたらば研究ができるようになったと思ったら、待て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 、狼、凶暴な狼がいるぞということで、我々を襲いかかってくるのか、ひょっとしたら他のね、動物も襲いかかってくるかもしれないね。うわー、これはちょっと注意が必要そうだ。我々のね、村人ここにおります。狼が気づくと我々の村人に襲いかかってくるんだと思うんだけども、今のところね、気づいてない感じかな。このままね、夜になって通り過ぎて行ってくれればいいんだけど、研究が可能になってますね。どうしようか。今回やるべき研究っていうのは火事にする？火事にすることによって、いらない武器をね、解体したりね、武器を作ることができると思うんですね。氷、もしくは夏にかけて氷を作るためにちょっと貯めておくっていうこともありそうだね。そうしておきましょう。凶暴なね、狼ですけど、だいぶずっとここにグリ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 しているという感じですね。我々が上に行かなければいいのかな。ね。共存できそうな気がします。さあ、カン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 掘っていると思ったらできたね。よしよしよし。これ、胸壁ができましたよ。さらに胸壁を強化していきましょうか。こんな感じで、設置ひとまずね、しとくでしょ。そしたらね、形、向きを変えるんですよね。こういう感じかな。よいしょと、これでいいでしょう。で、これもね、よいしょと、こういう感じにしておけば大丈夫。これでさらにね、我々のね、防御がね、厚くなったという感じです。さあ、狼さんがまだここにいますね。若干安心してられるかな。よしよしよし、やったやった。さあ、そしたら夜中になりましたね。マイナス13度ぐらいか。どうだろう、燃料がね、ちょっとね、心配だから、これを機に今回これ石炭なんですけど、ガンガン取っていっちゃいましょうか。ね、こんな感じで取っていくということで、1年分はね、安心するようにしたいですよね。はい。やったやった。狼なんとかね、やり過ごすことができました。ここにいる狼、ずっとここにいるけどね、大丈夫なのかなと思ったら赤すぐりじゃん。赤すぐり取れると、お酒がね、飲めるんだよな。ちょっとね、赤すぐり取っておきましょう。というのは我々ね、不機嫌です。なんでかっていうと、最大の原因がね、喉の渇きですね。あとね、汚い衣服、醜い衣服をね、まとっているっていうことがあるんですけど、衣服はね、皮もしくはね、麻でできるんですよね。我々ね、麻のね、種を持ってないからなのか、麻の畑ができない。しかもね、季節は冬ということで最悪だ。さあ、どうしようか。こいつらを飼って、皮をゲットするっていうのもあるか。一気に狩ってみる？そうしてみようか。全員さ、狩りに出していきましょうか。そうしよう。さあ、それではみんなここに集めておきましょう。狼だからちょっと怖いね。鹿とかだといいんだけど、狼だとね、襲ってくる可能性が多分あるんだよな。そしたらば、こいつ狙って行ってみましょうか。よいしょと。いける？よいしょと。はい、一匹やりましたね。狼ひよったな。突っ込んでいける？よし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 。一匹来たぞ。こいつをね、なんとか倒しましょう。いけいけいけ、よいしょと。やった。さあ、残りの狼いきますよ。まずはこいつだ。よいしょと。いけいけいけ。バシバシバシ。バシ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 。バシバシバシ。バシバシバシ。もう一人遅れてきてるぞ。さあ、続いてこいついくか。よいしょと。いや、いけいけいけ。うわー、近い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 。あー、ダメ。うわ、近い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 。こいつだ。よし、いけいけいけ。よいしょと。おっと、やっつけた。さらにもう一頭ぐらい行きたいけど、こいつかな？こいつ行きましょう。一気に来ますよ。こいつで多分最後かな。かなり上の方行っちゃったかな。よし、やっつけた？やっつけてない。よし、ようやくやっつけました。よしよしよし。そしたら、狼を取っていきましょうね。ここら辺に狼ちゃんといるので、取るよっていう指示を出しておかないといけないですね。こんな感じかな。はい、取ってもらいましょう。全部取ってもらうよ、狼を。よしよしよし。これで川ができるでしょう。そしたらば川ですけども、ここでね、いろいろ服作ってもらうんだよね。
優先としては冬服になるのか、こっから来るのが夏服なんだよな。冬服、なぜだろう。2つ冬服ですね。これちょっと閉じておこうかね。あと帽子もいらないよということで、今回は夏服を作ってもらうようにしましょう。夏服は冬服よりもね、生地が半分でいいって書いてあるぞ。よし、やったね。よいしょ、よいしょと、こんな感じにして3つぐらい、4つぐらいね、ちょっと指示を出しておきましょうか。よいしょと。さあ、石炭ね、ガンガン取ってってくれてますね。そういえば地下さ、ちゃんと入ってる、パンパンなんじゃないのかなと少し心配ですね。ここのラックがどうもね、設置されない問題というのがありますね。バグだと思いますけど、もう一回ね、指示出しておこうかな。あとは木をね、ちゃんと取ったらばですけど、棚もっともっと設置できますよね。いっぱい設置していきましょう。こんな感じね。で、ここにもスペースが空いているので、やっとこうかなと思ったら、狼の死体がたくさんありますね。うん、まあいいかな。あとは、勝手口もできていることだし、道を作りたいんだけど、雪が肝心なね、雪があって道が見えない状況ですね。研究見ていきましょうか。まだか。うん。研究ですけど、ボブさんがね、研究2をやってくれてるね。もうそろそろ氷の研究ができると思うんだ。そしたらば、喉の渇き、依然激しいよということで、赤すぐり取ってくれてる？わ、赤すぐり向こうにね、置きっぱなしになってんじゃん。それはそれで問題ですね。うん。あとは木なんですけど、結構切ったね。これがっつり持ってってもらいましょう。あとなんだけど、もうちょっと増築必要かもね。ずっと木材でやってった方がいいのかっていうのは悩ましい部分ではあるんだけど、一旦ね、木材でやっぱりやっていきましょう。さあ、もう一部屋作っていきます。この部屋何にしようか。ね、なかなか悩むね。前回これが、防具をね、作る部屋でしたよね。そうすると、ここはどうだろうか。石膏、これいこうかね。石のレンガを作ることができるんだよね。石製の。これはこれで重要だと思うんだよな。はい。そしたら森のね、野党が来たということで、村人をね、助けると一人仲間になりますね。助けたいところです。よいしょと。はい。そしたらば一人入ります。早速ですけど、いろいろね、いじっていきましょうか。治療が得意。だけど治療スキルがないやつ。一応1にしとこうか。で、彼、新人ですね。新人が得意としてるのは家事ですね。じゃあ、運搬専門にやってもらいましょうか。あとはですけども、武器全く持ってきていないので、弓矢装備させましょうね。そしてカスタムということで、鎧もね、装備できるようにしておきましょう。地域の影響力。やってた地域の影響力が日に日に増しておりますと書いてある。ちょっと見ていきましょうか。こちらですね。我々の影響力 20% になったぞ。かなりいいんじゃないでしょうか。周辺の人たちの勢力図はあまり変わってないという印象があります。もうちょっとね、いろんな関わり増やしていきたいなとは思うんですけどね。さあ、鉄とかガンガン取って、お肉ね、狼の肉取ったからね、かなり食料は安定してると思いますね。研究、お、いろいろできんじゃん。氷もできるけどさ、養蜂ができるよ。養蜂ができるっていうことは、蜂蜜のね、お酒が作れるっていうことかもしれない。さあ、蜂はどっからゲットするのかっていうのはちょっとわからない部分ではあるんですけど、ここにね、養蜂場をね、作っておきましょうか。サクッと、はい。養蜂はね、藁と、あとは木でね、作れると書いてあったから、比較的ね、作るのは簡単だと思いますね。さあ、捜索隊、そろそろ来そうですね。7時間後に来ると書いてある。なので、一回ね、これは崩す指示を出しておいた方がいいでしょう。よいしょと、崩す指示を出しておきました。これもかな。よいしょと、こんな感じで崩しておきます。お、サクッと崩れんだ。指示出しただけで崩れますね。ナイス。これは楽ちんだ。まさかこのね、斜めから侵入してくるっていうこともないとは思うんだけど、ちょっと心配ですよね。そして4時間後ですので、忘れずにね、カスタムで鎧をね、ちゃんと装備するようにしておきましょうか。よいしょと。あとはね、防具も必要ですよね。ちゃんと帽子ではなくてね、兜をね、被ってくださいということにしておきました。来ましたね。オグデンさんを引き渡せということですが、要求を突っぱねて戦争になりましょうか。そしたらば、しかるべきタイミングで臨戦態勢に入りましょう。一応ね、ちょっと心配なのが、オグデンさん治療がね、間に合わなかった。一回やろうとしたんだけど、失敗したんですよね。
はい、来ますよ来ますよ。ちょっと早めにねスピードアップしておこうか。ここまで来るのが大変だと思われます。よいしょよいしょと。そしたらば我々もね行きましょうか。行く場所はねこの上ですね。一旦皆さんここにね集合してもらいましょう。ひょっとしたら全員上にいてもいいのかもしれない。このゲームはね重力的な考え方があって、上から攻撃するとね攻撃力高いんだよね。さあ来たぞ、間に合った、よしよしよし。ウルフさんも戦闘態勢に入りました。ハモンさんが来ております。ジリアンさんも行くぞ。ジリアンさんどうだろう、ここに行こうか。よいしょとね、どんどん皆さんついてください。よし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 、いいねいいね。ボブさんちょっと前のめりすぎてるのでこっちにしておきましょうか。オグデンさんこっち行こうかな。調子が良さそうです、傷ついてますが。さあハモンさんが速攻やられた、これはいけますね。ちょっとスピードアップしていきましょうかね。ガンガン行くぞ、よいしょよいしょと。もう我々ね狙い撃ち状態になっております。よいしょよいしょと。カインさんがねこれ壊そうとしてますよ。早めにカインさんやっつけちゃった方がいいと思うんですが、どうなんでしょうか。よしよしよし、いけいけ、はい、カインさんやっつけることができました。あと2人ぐらいかな、あと2人ぐらいやっつければ我々のね完全勝利となるでしょう。オスマンドさんが来ましたよ。オスマンドさんこんな感じで来ております。やっちゃえやっちゃえ、オスマンドさんをやっちゃうんだ。はい、やっつけることができました。かなりやっつけたね。オスマンドさんはやっつけられなかったけど、はい、逃げましたね。ラウフさんやっつけましたね。オスマンドさんゆっくりもう帰ってってもらいましょうか。よいしょと、大勝利です。今回もね大勝利ですね。これはゲットしておきましょう。よいしょと。特に死体が先なんだよな。ね、死体をね、見ちゃうとね、気分が悪くなっちゃうんで、これはちょっと注意していきたいですよね。よいしょと。まず死体ね、置いてってくださいという指示を出しておきます。死体置き場はこちらですね。見えないところに置いておくよということですね。よいしょと入れました。そしてボブさん最後入れればいいでしょう。これね、我々のね防具になったりするので貴重なのでね、今後ね回収していくということにしましょう。はい。ということで今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね、続きが見たいと思う方いらっしゃったらぜひいいねボタンでお知らせください。またねチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Pack, pack, gear. Drag you in. Pack, pack, gear. In. Drag you in. Pack, pack, gear. In. 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 Back coast. Hold back. In. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.